テムサはサバンジュ財閥の傘下にあるトルコの商用車の車体製造会社。テムサは1968年に建設業へ鋼鉄を供給するための企業として創立された。商用車の生産は三菱自動車トライセンス生産販売協定を結んで1984年に車体製造を1987年にバスの製造を開始した。 テムサの商用車は、三菱、マン、ラフ、カミンズ、キャタピラー車のエンジンと部品を元に組み立てており、いずれもヨーロッパ排気ガス基準を満たしている。2000年以降、高知に用いられるすべてのレンジは、マンのエンジンと車軸、およびに、ZF のトランスミッションを利用し、西ヨーロッパ市場向けに開発されている。テムサは異なったエンジンの使用に際し、 独自的で柔軟な対応をすることで製品開発を進め、市場からの注文に即した製品提供を行うようになっている。テムサはベルギーに子会社のテムサヨーロッパを設立しており、テムサヨーロッパはいくつかの代理店をドイツ、フランス、イタリア、スペインといった国々で設立、管理している。現在、テムサはヨーロッパのバス市場において、 約7%のシェアを獲得している。また、バスは年間で1000台ほどが生産されるが、そのうちの75%ほどは輸出されている。2005年製のテンスササファリ IC、テンスサダイヤモンドテンスササファリインターシティ、三菱自動車のトラックバス製造部門は、2003年に分社化し、三菱不走トラックバスとして独立した。なお、テムサ社はトルコにおける、 三菱自動車の製品販売を独占的に手掛けている。ありがとうございます。